田村和弘は日本のプロレスラー。2018年9月より田村のリングネームで活動している。2003年9月17日、PWC プロモーション北沢タウンホール大会で森山大とタッグを組み、長瀬館長空手マシンスペシャル組戦でデビュー。2006年、プロレスリング FTO で FTO 認定ローカルインディータッグ王座の初代王者に輝く。 2008年4月21日、ユニオンプロレスとの対抗戦で行われたスタイル E、無差別級選手権試合、イサミを倒して、第3代王者となる。6月23日、イングフに、初参戦。ルーベン・ウォーバスに、TKO 負け。2009年5月9日、第1回、コラソンプロレスで、長田博士と、初シングル。2010年8月24日、 新日本プロレス、ネイバー、1、2、初参戦。小玉雄介と組、田口隆介&、大地組と対戦も敗れる。9月2日、第2回、コラソンプロレスで、永田博史と、初タッグを組んだ。9月15日、ミスター、ガンノスケのプロデュース、キシンドーリーターンズ7にて、メインで、武田聖子と組、荒井健一郎ケーネスと、 スタイル言いたいドラゴンゲートにドムが敗戦。以降、キシンドウでは打倒ドラゲーを誓う。2011年4月7日、新日本プロレス、ネバー6にて、ロードトゥーザスーパージュニア1回戦で、マリーンズマスクに勝利。しかし、翌8日の準決勝で、菊池武史に敗退。2012年7月24日、キシンドウリターンズ10で、 シャチホコマシーンにミノルスペシャルで勝利して、キシンドウのエースを宣言。同じくエースを自称する、佐藤光と、ジャンケン対決で勝利して、エースと認められた。9月16日、プロレスリングはあがとううに、初参戦。桜エミと対戦するが引き分けた。12月17日、スタイル E の対談と2013年1月からの、プロレスリングヒートアップの旗揚げを発表。 12月18日、対談5発の試合として、キシンドーリターンズ11でジミー・カゲトラと対戦も、敗れる。2013年1月31日、ヒートアップ旗揚げ戦。荒井健一郎と組み、ヤンキー二丁拳銃と対戦するが敗れる。6月16日、雫秋が立ち上げた、キラキラ対応プロジェクトに参戦。7月9日、キシンドーリターンズ13にて、 佐藤光と一気打ちを行うも敗れた。共に入場曲は UWF メインテーマを使用。2014年3月16日、レイの自主工業にて、元 WNC の篠の瀬37とシングルで勝利。3月18日、全日本プロレスに初参戦。アックスボンバーズとして、師匠の大森隆夫と組、元同門の那須コ太郎、西村治と対戦。 大森のアックスボンバーがアナスに決まり勝利。3月23日、アスカプロジェクトに参戦。5月17日、田中ミノルデビュー20周年記念大会で、アレクサンダー・オ塚ツカと対戦も、変形ダブルアームスープレックスで破れる。6月18日、ヒートアップ新しゆり21ホール大会にて、藤波達治とシングルマッチで対戦。11分31秒。 ドラゴンスリーパーに敗れる。7月21日、霊ナ女子プロレスに初参戦。松田慶造と組、木藤雄二道口義弘組と対戦して勝利。9月3日、ヒートアップ、新宿フェイス大会で憧れの存在でもある、田中実と一気打ち。16分の接戦の末田中が、実るスペシャルを決め勝利。二千十六年三月十二日、 全日本プロレス校楽園ホール大会にてかつてアックスボンバーズの仲間だったヤンキー二丁拳銃の保持するアジアタッグ王座に師匠の大森とタッグを組み挑戦したが敗れる。初のメジャータイトル奪取はならなかった。その後も全日本プロレスに定期参戦中。6月9日全日本プロレス伊勢崎大会で中島洋平を破り、 カオラ TV チャンピオンシップをダッシュ。初のメジャータイトル獲得となった。6月15日、全日本プロレス校楽園ホール大会で中島洋平とのリターンマッチに臨むが敗退。7月2日、天白スポーツセンターで行われた河村良デビュー10周年大会、河村ソウルでのミッドインターナショナル杯争奪バトルロイヤルで、菊太郎ら7人を尻溶け優勝。 10月31日、川崎市とどろき、アリーナでの21年振りのプロレス工業を開催。メインイベントで、鈴木実と対戦。2018年9月18日、リングネームを田村に改名。マイファーストキス。ありがとうございます。